初期霊ウェンフック型の顕微鏡霊ウェンフックによる顕微鏡観察スケッチ。トネリコ族の木質部。ヨハネス・フェルメール、天文学者。霊ウェンフックがモデルとされている。ヨハネス・フェルメール、地理学者。同情。アントーニファン・レーウェンフックは、オランダの商人、科学者。歴史上初めて顕微鏡を使って微生物を観察し、微生物学の父とも称せられる。 レイウェンフックは専門的教育を受けていなかったが自作の顕微鏡で大量の生物学上の発見をした。織物賞だった時代に洋服生地の品質の判定のために虫眼鏡を使って生地の細部を見ていたのでレンズの取り扱いの実務経験は豊富であった。彼の顕微鏡は計1ト、mm、ル程度の球形のレンズを金属板の中央にはめ込んだだけの単眼式の ものであった。資料を載せる針は、ネジ式に微調整できるようになっていた。生涯に作った顕微鏡の数は500にもなるとも言われる。それらを用いて身近なものを除いて回り、様々なものを見て感動していた。この中には、当時の生物学専門家には知られていなかった新発見が多数含まれていたが、彼はそれらの成果を発表する場を持たなかった。 レーウェン・フックの観察をロンドン王立協会に紹介したのはデリフトの解剖学者ライネル・デ・グラーフが送った1673年の書簡が初めである。そのすぐ後にオランダの政治家、文筆家であるコンスタンティン・ホイヘンスがロバート・フックに個人的に紹介の手紙を送っている。この年以降、継続的に王立協会に観察記録を送り続けた。彼は 学問がなかったため、手紙の報告は日常的なオランダ語によるものであった。これを実験担当のフックが認め、ラテン語訳して、レーウェンフック全集として発刊した。また、1680年に王立協会会員としても迎えられた。1674年、バーケルス湖から採取した水を観察していた。 レーウェンフックはこれまで誰も報告したことのない奇妙な動く物体を発見。生物であるという証拠はなかったが、微小動物と名付けた。この時顕微鏡の倍率は約200倍に達していた。しかし、肉眼で見えない小さな生物を実際に観察したのはレーウェンフックが初めてではなく、レンズを用いて小さな生物が観察できることは、 彼が生まれるよりも100年以上前から一部の人たちの間では知られていた。1508年の記録では、ベローナのアレクサンダー・ベネディクトゥスが、皮膚やチーズに小さな虫がいると記している。彼はその強い好奇心で様々なものを除き、それによって新しいものを発見したが、それだけではなく、鋭く批判的な観察眼で観察したものを分析したことも重要である。 当時、微細な昆虫は植物種子などから自然発生するものと考えられていたが、レーウェンフックは観察によりこれらの生物も親の産む卵から孵化することを発見した。また、彼が発見した微生物についてもサルートの類推からその大きさを計算したり、微生物にも誕生や死があることを確認したりしている。レーウェンフックは、 生涯500もの顕微鏡を作ったとされ、現在彼の新作とされる顕微鏡はヨーロッパの博物館に9個残されている。1980年代にレンズ精度が調査され、分解能は1.35マイクロメートルから4マイクロメートルであった。8個の顕微鏡のうち5個が100倍以上、最高の倍率は266倍であった。観察記録から推察するなら、 実際には500倍に達していただろうという説もある。レイウェンフックはレンズの製造技術を秘密にしたが、当初のガラスを研磨してレンズを作る製法から細いガラス管をバーナーで加熱して先端を溶かして昇球状にする方法を用いるようになったと推測されている。前に述べた観察では私は他の人たちが思っているよりもずっと多くの時間を 費やしましたが、それを楽しんでいます。なぜそんなに苦労するのですかとか、何の役に立つのですかとか聞く人には関心がありません。というのも、このような人々のために書いているのではなく、ただが苦問をする人に対してだけ書いているからです。彼らが、こんな発見が不可能だと批判しているように、私は自分の書いたことが、 他の人に受け入れられないことを心配してはいます。しかし、私はこのような反論に邪魔されません。無知なる人々の間では私のことを魔法使いだと言っていますし、私がこの世には存在しないものを見せているとも言っています。しかし彼らは許されるべきでしょう。彼らはよく知らないからです。男の生死に生きた生命体があるということを大学全体として信じないところがあります。 しかし、このことは私は気にしていません。私は自分が正しいということをよく知っているからです。2016年10月24日の Google グ Doodle グは彼の生誕384年を記念したものとなった。ありがとうございます。